안녕하세요皆さん韓国語講師の、キム・プソンです。今日は美味しい韓国語シリーズで美味しく単語を覚えるという企画になります。今日習う単語はサダ、買うという意味の単語なんですけれども、皆さん韓国に行った時によく使う単語ですよね。買うという単語をサダ、これを皆さんが会話で使うためには、こう思い出せないといけないですよね。その時に、皆さん単語ただ覚えるんじゃなくて、見て口で言ってまた耳で聞くっていう作業を通して、皆さんが頭の中で、サダのイメージを十分味わう、でそしてそれが使えるっていうようになります。それがこの動画の目的でもあるんですけども、じゃあこれからサダをいろんな場面で皆さん見ながら確認しながら意味を考えてまたリピートしてください。そしたらスタートします。サダ買う、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 サダ買う。